で、なんだって？引っ越しの準備があるんで休むってさ。そうか。あ、それで引っ越しの日取りは？一応30日ってことみたい。それにしても急な話だよな。そうだよね。せっかく仲良くなれたのに。歓迎会やったのだってついこの間だもんな。ということは、お兄ちゃんはお兄ちゃんの考えた通りにやってみて。今お兄ちゃんにできることを、今お兄ちゃんがやらなきゃいけないことを考えて、そしてやってみて。相変わらずしけたつらしてんな。すねるなって。ねえねえ、月曜日って空いてる？できれば君の体だけじゃなく、君んちの喫茶店も。ああ、その日ってまなみの誕生日だろ。だからお別れ会も兼ねてパーッと派手に騒ごうかと思ってさ。まなみちゃん家に引っ越しのお手伝いも兼ねてお誕生日会の話をしに行くんだけど、一緒に行く？じゃあ5時くらいにお前ん家迎えに行くから。じゃああとはのおりちゃんだね。そうだな。と、ちょうど戻ってきた。おい、ナオリ。なに、サエ。実はさ、あたいたち、マナミのお別れ会を開こうと思ってんだ。29日ってまなみちゃんの誕生日だよね。だからそれも兼ねて。で、お前も来るだろ。
ナオリちゃん？あ、うん、もちろん行くわ。じゃあ、詳しいことはまた後で話すからよ。ナオリちゃん、今日も来ないな。どうしたんだ？ん？どうした？この頃なんか変だぞ。ナオリちゃんと喧嘩でもしたのか？はは、なるほど。この間 CD 届けに行った時に何かあったんだろう。もしかして告白して振られたとか？お前が振られた？冗談だろ？まあ、そうだな。しかしな、これだけは事実だぞ。朝練や部活、そして大会の時、ナオリちゃんはいつもお前のことを見つめ続けていた。それって幼馴染ってだけでできることじゃないと思うぞ。お前も分かっているんじゃないのか？言葉ですれ違ったからって気持ちまですれ違っているとは限らないぜ。ナオリちゃんの本当の気持ちを確かめるんだ。ナオリちゃんも分かってるから悩んでるんだ。あとはお前がその気持ちをどう受け止めるかだよ。それにしても、本当いきなりだよな。まあ親の都合だからしょうがねえんだろうけどさ。あ、そういえば直りのやつもうまなみの家に行ってるのかな。うん、多分行ってると思うけど、私が伝えた時はなんかぼーっとして聞いてなかったみたいだけど。大丈夫よ、先行って手伝ってるでしょ。そうだな。じゃあ、あたいたちも早く行って手伝おうぜ。
初めて訪ねたのが引っ越しの手伝いってのはちょっと残念だけどな。なんだナオリ、お前も今来たのかよ。学校から直接来たんだ。もしかして保健医の仕事があったの？治りのやつ。ねえ、ほっといてよ。まなみ、とうとう行っちまったな。できればみんなで送ってやりたかったよな。
これで二度と会えないってわけじゃないんだし、いいか。そうだね。なあ、治りのやつどうして来なかったんだ？お兄ちゃん。とりあえず学校に行くか。どうしたの、お兄ちゃん。疲れちゃった？今日はお客さんが多かったものね。お茶のおかわりいる？お兄ちゃん。何か聞こうか？
これに懲りずにもう一回最初からプレイしてみてよ。え？どうしてナオリちゃんがマナミちゃんの見送りに来なかったのかわからないって？もう女心ってものが分かってないな。君がナオリちゃんのことをちゃんと考えてあげてれば、ナオリちゃんだって自分の気持ちに素直になれたんだから。だから今度プレイするときはナオリちゃんのことをもっと考えて行動を選択してね。はえ、どうすればいいのかわからない？もうしょうがないな。いい？ナオリちゃんみたいについ意地を張っちゃうようなタイプはさりげない優しさに弱いんだから、その辺を考えて行動するの。あ、だからって甘やかすことだけが優しさじゃないからね。時には叱ってあげたり突き放すのも優しさなんだってことを覚えておいてね。まあこの辺を気をつけてあげれば大丈夫なはずだから。それじゃあ